はい、ということでどうもこんにちは、コウジです。ということで本日もやっていきたいと思います。今日はですね、2点お話があります。1点はですね、結構朗報ですよということなんですけども、ですね、僕がですね、去年の年末にですね、動画撮ったんですけれども、水素エネルギーのお話をしたと思うんですけれども、僕はですね、工場に行って水素エネルギー実際見てきたんですよっていうお話をしたときに、その動画ではですね、水素エネルギーの認識を、広めることによって、骨玉学的に言うと、そういう認識の世界が広がってって、そういう未来が来るかもしれませんよという願いを込めてですね、動画撮ったんですけれども、なんとですね、昨日、アメリカバイデン政権がですね、産業分野のですね、脱炭素化を推進するために水素エネルギーの活用に95億ドル、約1兆1000億円みたいな感じでですね、投じるっていう、そのね、戦略を立てたっていうことを発表したんですね。ということでですね、水素エネルギーが来ましたよということで、やっぱりですね、お話ししていた通り、そのトヨタもしかりなんですけれども、EV っていうね、電気自動車だけではなくて、水素エネルギーって他のですね、クリーンエネルギーの方も、日本っていうのは、こう、注視していて、それをですね、逆転劇として、こう、起こってくるんですよっていうことがですね、展開的にですね、起こってきてると言えるんじゃないのかなというふうに思うわけですよ。なので、これはですね、ちょっと皆さんにとってね、朗報ということで、世界はですね、やっぱ株式市場とか見てると、面白いって言い方したらちょっと失礼ですけれども、トヨタ潰しをですね、こう、やっぱしてるっていう感じがね、あったんですよ。今まであったんですけども、ここに来てですね、ようやく、そういうふうに見せかけておいて、ね、世の中はこう、電気自動車になるんだっていうふうに見せかけておいて、実は裏では、水素にですね、注目しているっていうね、ことなんですよ。で、水の時代と言われていますし、そういう意味でもですね、こう、水に注目が集まってくるっていう、ことも言えるんですけども、アメリカはですね、ようやくここに来て、水素に注目してるっていうことなんですね。で、もう一つはですね、これに関連したお話なんですけども、これもですね、結構去年の動画で言ったことあるんですけども、世の中はですね、メディアを通してやっぱり誘導をするんですね。資本主義っていうのは、その誘導をしてですね、そっちの方に流れていってもらって、その隙に裏でこう、進めるっていう、こういうやり方を取ったりするんですね。なんで、例えばですけれども、たびたび僕が言ってる2022年っていうのは大暴落になる可能性がありますよっていうことなんですけども、こういう大暴落っていうのもですね、大暴落っていうこのキーワードを聞いた瞬間に僕らはですね、なんていうんですかね、怖いとか、その不安になるみたいなね、感じで思うんですけども、実はですね、そういうのは全然怖いことでも何でもなくて、世の中っていうのはそういう誘導を行って、不安がらせて、その隙にですね、買うんですよ。で、買って、いわゆるその資本主義としてコントロールしていくっていうことなんですね。なんで、その大暴落とかね、こういうネガティブな発言みたいなことを聞いたときに、そのままですね、ネガティブを受け取るんじゃなくて、その裏でですね、結局じゃあこういう意図があるんだねっていうことをですね、僕らは、この資本主義の原理としてですね、学んでおいた方がいいということなんですね。なんで、世の中が大暴落だって言ってるときにですね、実はそれは買いであると。いうことなんですよ。だから僕らもですね、例えば不動産価格が暴落しますよとか、株価が大暴落して経済がね、暴落しますよみたいなことを言われてる時にですね、実はそれはですね、チャンスでもあるということなんですよ。大暴落っていうね、キーワードみたいなものを発してしまうとですね、皆さんやっぱりね、すごくこう不安があるというか、日本は大丈夫なんでしょうかみたいな感じで来るんですけども、普通に資本主義としての考え方とすればですね、安いところで買って高いところで売るっていうのが、これがですね、商売の基本というか、そのいわゆるその金融的なですね、考え方というか、カネギオンズの原理もですね、いわゆるそういうことになってるんですけれども、例えばジュースがですね、300円ですよっていうふうになってる時に、僕らはジュース買いませんよね。300円高えなっていうふうに買わないはずなんですけども、なぜかですね、こういう大衆心理っていうのは、その300円の時にですね、これからもっと上がる可能性があるみたいな誘導を起こして、それでですね、いろんな人をですね、株式投資とかにこうね、今がチャンスですみたいな感じでこう集めて、皆さんがこうやって買い集めてですね、すごい高値にこうついた時にですね、海外勢はここに空売りを仕掛けるっていうね、感じなんですよ。で、空売りを仕掛けて、元の水準かそれ以上安いところまでバーンって落としてから、大暴落だ大暴落だ、今は買いじゃないんだみたいなことを言って、そういう今度誘導するんですね。で、誘導して、その隙にですね、
買ってるということなんですよ。いろいろですね、そういう世の中のメディアが流している情報の裏でですね、どういうことが進んでいるのかっていう、この裏の部分までですね、こう見ていくのがすごく重要なポイントになっていくと思うんですね。なので、怖がる必要とかはなくてですね、むしろ日本もこういう金融リテラシーっていうか、まあリテラシーの部類に入るかわかんないですけども、まあ金融ってこういうことですよねと、資本主義ってそういうことですよねっていうことをですね、僕らも学んでですね、それをこう不安があるんじゃなくてチャンスに変えていくっていう方向にですね、舵を取っていった方がいいんじゃないのかなというふうに思うんですね。なんで今年のですね、この22年は、安息年が重なる年だから大暴落が来るっていうふうにね、僕は踏んでるわけなんですけども、まあここにですね、利上げっていうもの、アメリカが利上げをするっていうことと、ウクライナのですね、この侵攻っていうものがですね、今かなり、リスクになってるんで、まあそういうのも合わせてですね、だいぶこの、経済もですね、かなり不安定になってきてるんですけども、まあこれがですね、どっちの方向に行くかっていうのはまだ、見定めないとですね、わからないんですけども、まあおそらく利上げ開始する3月ぐらいをめどにですね、まあこう下がっていくようなね、感じになってくるのかななんて思うんですよね。僕の動画を見てる方でこうやって経済をですね、気にしてる人とかですね、何か投資をしてるとかね、そういう人ってあんまりいないと思うんですけども、まあそういうこともですね、いわゆるその直接的に情勢と関わってるんで、僕らもですね、別に投資ね、してるしてないに関わらず、こういう情勢を知る上でですね、日本の経済の動きだったり、そのアメリカ市場の動きだったり、そういうのをね、こう見た方がいいのかなっていうふうに思うんですよね。僕らもですね、やっぱそういうところでこう勉強が必要になってくると。まあアメリカはですね、このニューヨーク取引所がですね、実はメタバースとか NFT の方にこう参入していくっていうこともですね、昨日発表してたんですけども、まあ、いわゆるこういうことによってですね、去年から言ってきたメタバースとかのね、この世界っていうのがどんどん参入者が増えてですね、これ市場規模がめちゃくちゃでっかくなってくるっていうね、ことなんですよ。なんでたびたび言ってるんですけども、お金の概念は変わるけれども、仕事であったりだとか金融だったり経済っていうものはですね、ずっとあり続けるんで、僕らもですね、そこを悲観的にですね、否定的に捉えないで、まあ受け入れた形で自分がね、何をできるのか、自分は何をしていくべきなのかっていうね、ことを考えながらですね、いわゆるそういう世界もですね、ちゃんと学んでいった方が、絶対にこの先にですね、役立つことはね、たくさんあると思いますんで、ただのこう陰謀論として片付けるんではなくて、その陰謀論の一歩先行ったところにですね、こうちゃんと考えた上でですね、勉強していくのがいいんじゃないのかなというふうに思います。まあそういう意味でも、骨玉学っていうのはですね、だいぶ、役に立つっていうこともあるんで、まあ、一方では科学、一方では精神学っていうことをですね、この両面をですね、ちゃんと、見ていくのがいいんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。まあ、この辺をですね、ちゃんと見ていくと、少なからずですね、この方向性がこう見えてきたりだとかするんですよ。まあ、自分もですね、だいぶ、その方向性間違ってる場合もありますけれども、そういう意味でも、いろんな指標になってくるんで、骨玉学とかですね、このメタバースとかってね、一見すごく両極端ですけれども、まあ、こういうのをですね、ちゃんと僕らもですね、学んで、いきましょうというお話でした。ということで、メディアのですね、流す情報には実は裏がありますよと。その裏というのは実はポジティブな内容であると、ね、僕らにとってはかなりネガティブな内容なんですけども、このネガティブの表裏の関係であるのはポジティブなんですよ。ネガティブの裏には実はポジティブがあるっていうね、ここは因果の関係で、ちゃんと結ばれてるんですよと。これがですね、表裏の関係でカネギオンズとしてですね、この資本主義として、今世の中、コントロールしてるんですよというお話でした。ということで、本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。バイ。